エンバーミングとは、遺体の各部をプラスチックや他の物質と取り替えて防腐処理をすることだ。かつてのソ連の指導者であったウラジーミル・レーニン、1870年4月22日、1924年1月21日に施された、驚くべききめ細やかな防腐処理及び保存方法の詳細が、科学者たちによって公表された。ウラジミール・レーニンが没後、今年で91年になる。しかし、これだけ長い年月が経っているというのに、彼の遺体はまるで生きているように見える。これは、ロシアが研究に研究を重ねたエンバーミング技術のおかげだ。100年にもわたる試行錯誤の結果、実社会の医学の応用にも貢献できる技術を生むことができたと、科学者たちは誇らしげに語る。レーニンは、1924年1月21日、脳梗塞により亡くなったとされている。享年53歳、レーニンの遺体は、死後ほどなく保存処理された後、モスクワのレーニン廟に永久展示されていた。その遺体保存手段については、長らく不明のままで、剥製である、という説や、ろう人形ではないか、という説も語られていた。この作業を行ったのは、マウソロス、霊廟として知られるチームで、ピーク時には200人もの科学者がレーニンの遺体保存に関わっていた。雑誌「サイエンティック・アメリカン」の詳細報告によると、ロシア人は遺体の生物学的組織というより、形状や体重、色、弾力性に重きを置くことを好むらしい。カリフォルニア大バークレー校の社会人類学教授アレクセイ・ユルチャクは、皮膚など体の各部分をプラスチックや他の物質に取り替える必要があるが、昔のミイラ作りとは劇的に違うという。レーニンの遺体は、ソ連崩壊後、モスクワの赤の広場にある霊廟で、20年以上一般公開されていたが、今年、赤の広場は閉鎖された。レーニンの生誕145周年記念の遺体公開に向けて、科学者たちが準備をするためだ。ユルチャクの著書には、レーニンの顔にできたカビのシミを取るのによく行われた軽い漂白のやり方が書かれている。この漂白作業に携わったイリア・ズバルスキーによると、もし、レーニンの方にできたシミが取れないと、殺されかねないと恐れる風潮が科学者の間にあったようだ。レーニンの肌の状態は毎週きちんと調べられている。精密機械を使って乾燥の程度を調べ、潤い、色、輪郭の形状が測定されているのだ。遺体は2年ごとにグリセリンと酢酸カリウムの風呂に30日間浸される。こうすると遺体が何世紀もこのままの状態で保たれるという。レーニンの血液、体液、内臓は取り除かれたが、眉毛、口ひげ、顎ひげはそのままだ。パラフィン、グリセリン、カロチンでできた物質を使って、皮膚のほとんどが取り替えられている。エンバーミング技術のいくつかは、現実の医学にも応用されている。例えば、腎臓移植の際、ドナーの腎臓に血液をずっと流れっぱなしにしておく技術がそうだ。1924年に53歳で死んだレーニンの遺体は、スターリンの命によりエンバーミングされ、それ以来ずっとモスクワで公開されている第二次大戦中は除く。2012年、ロシアはソ連建国の父の遺体を埋葬するかどうか、歴史的な決断に向かって動き出した。レーニン自身は普通の墓に埋葬してほしいと思っていたようで、前文化大臣のウラジミール・メディンスキーは、レーニンが死後88年も安息できないのはおかしいととした。